どうなった？ぐぬー、なんたる品のない原住民め、野蛮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 であーる。もう容赦せんぞー。え、3回目まだ。この宇宙最高のマシン、星の夢を使い、お前たち原住民を、根絶やしにしてくれるであー。大丈夫なのそれ。え？あ、スージー？何を？コントロールが不能にな、キャハ？まさか、こんなに早くチャンスが訪れるなんてね。星の夢をプログラムはいただくわよ、社長さん。他のカンパニーにでも売りつけてやるわ。どう？あたし今、活かした企業スパイみたいでしょ？なんて、あんたに何かにわからないでしょうけどね。まあいいわ。このプログラムコントローラーさえあれば。さあ、星の夢よ。お前のすべてのデータをいただくわ。スージーが裏切りに走ったが。あれ？おいおい。ああ、私の名は、え、石持った？マザーコンピューター、星の夢。いや、ハルトマンなのか？もはやどうでもよいことか。ああ、おほん。私は、この体を通じ、生命体のすべてを知った。カンパニーの繁栄という願いのためには、不完全でか弱き、生命体など不要と判断。ならばこれより、その歴史に終わりを告げよう。カンパニーの永遠なる繁栄のために、滅びなさい。え？星の夢が自我を持っちゃったってこと？飛んでったなぁ。エリア7。マインドコントロールバイアプログラム。まさか、こんなことになっちゃうなんてね。全然笑えないわ。ロボット？私はね、星の夢を奪って、あいつに、吠え面かかせて、目を覚まさせたい。そう思ってただけなのよ。それなのにあんな狂ったマシンに滅ぼされちゃたまんないわ。さあ乗りなさいよ、ピンクの原住民。このアーマーでさっさとあのマシンをぶっ壊しちゃってよね。なるほどね。あのマシンは結局、え？戦艦ハルバート、メタナイト、無事だったのかおめえ。え？え？戦艦カービィ、
ガクンってそんなゆっくりうなずかんでも。お願い、星のカービィ、あいつをもう止めて。戦艦ハルバートとロボが合体して最強の飛行マシンになってる。星の夢だ。え？まさか、なんか何が始まると言うんです、今から。え？星の夢！ちょっと待って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 、ハルバート、ちょっと待って。なんで今シューティング始まってる。シューティング始まっちゃった。シューティング始まったんだが、まさかの、その、シューティング始まったんだけど、ガチガチのシューティング始まったじゃん。星の夢、星の夢に対するシューティングが始まってしまった。おい、全然違うじゃん、今までと。カービィのアクションと、ほど遠いもんが始まっちまった。とりあえず、撃ち落として、連打。レーザー撃ってくんな、こいつ、絶対。まさかのさ、そんなことある？極太レーザーを避ける。一つ破壊すれば、アンチが生まれるね。よし、半分いた。まだ、こっから。かなり撃たなあかんな。なんだこれ。片方を破壊する必要がありそうだな。IC キューブ。よし、もう片方もハートも行こう。よし、オッケー、いいよ。レーザーかな？極太レーザーだね、間違いなく。うおー、なー、シューティングの方が得意だってこと知らなかったのか、お前。なんだ？ハート？隕石落ちてきてる。一つ言い忘れてたよ。俺アクションよりシューティングの方が得意なんだよ。まあ、急なシューティングで戸惑ってはいたけどさ。あ！俺、シューティングの方がまだ得意な、まだできるんだよ、アクションより。直感で覚えちゃえばこっちのもんさ。直感で覚えてしまえばこっちのもんよ。極太レーザー。レーザー来るから、ぐるーん、ぐるんぐるーんと。オッケーオッケー。ハート、IC キューブ。まだなんかあるね、これは。おー、危ねえ。ハルバート、もう少し力貸してくれ、俺に。任せろ。すぐ終わらせてやる。よし！
さあ、どうなるんだ。星の夢が、そこについた。何が起こんの？そのでっかいコアに何か、まだある？飛び立ったねー、コアごと。星の夢。いやー、なるほどな。ガチガチちょっと待って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 、ちょっと待って、これさ、いや、ガチガチすぎだろ、シューティングの。いや、シューティングの量がガチガチすぎないか、いささか、これ。いや、ちょっと待って。シューティングゲームとしてはこれガチガチすぎるって。ねえ。ねえ。普通にガチガチのシューティングとしてやっていけるだろ、これ。おい、星の夢よ。これはガチガチのシューティングとしてやっていけるんじゃないかい。これガチガチのシューティングゲームじゃねえか、もう。ここまで来たら。マジで言ってんの？これは避けて、まだなんかあんな。なんだこれ。あー、なるほどね。オッケーオッケーオッケー。一つ一つ理解していけばいい。一つ一つ理解して避け、ちょっとごめん、言葉失うわ。言葉失う、普通のシューティングになっちゃった。余裕がなさすぎる。実況する余裕がない。オッケオッケー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 、うまいよ。できてる、避けれてるよ。星の海はかわいそうな話だけどね。今のは避けれなかったな。これ食らってんのか、地味に。いい勝負じゃねえか。俺負けるわけにいかねえんだ。シューティング得意って言ったから。初見だろうが何だろうが俺負けるわけにいかねえんだ。シューティング得意って言った矢先。初見で勝ちてえな、こりゃ。危ねえな。食らったな。さあ、どうだ？これでどうだ？え？あ、見たことある。見たことある、こいつ。嘘でしょー！ 3 段階あるじゃねえかよー！まさか！まさかお前は !5! おい、まさかお前！何の願いでも叶える、あの噂の。あいつじゃねえかよ、マジかよ。
マジか、こんな3連戦あんのか。ガチガチすぎないか、いくらなんでも。4。コンパス。いや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 。よし。3。なんだこれ。うわー怖っ、時計噛みついてくる。これさ、今2でしょ、大丈夫かな、これ2ままだけど。ぐわー危ない、危ない。まさか、だって3回とは思わねえだろう。3連戦とは思わんて。1。うわー、ダメだー、アルマート。アルマートの限界だ、もう無理だ、これ以上は。どっから？ここからかー。ここからなのかー。遠いねー。めちゃくちゃ遠いじゃねえか。そこまで甘くはなかったってわけか。わかった。一度負けちまったもんはしょうがねえ。一度負けちまった。だから今回はな、俺もどんな手使ってるのも勝たせてもらう。それなら、封印された禁じ手使ってでも勝っても、勝たせてもらうぞ。とりあえず、雑魚処理することによって、かなり火力が上がるってのは分かった。よし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 、まあ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 、焦らず。焦らず焦らず、分かってきた。でもやり方は分かった。これ食らうな。
こっからやな。2を避けれなかったんだよ、さっき。この2をどう避ければいいかわからない。1、これマジで避けれない。よし、いける、いける。いける、いけー。終わった？バーン、あ、あ、え、うわー、回せ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 回すだけだ、回せ回せ、よくわからないけど回せ。ドリルは男のロマンだ。回せ回せ、どんだけ打って打って打ちまくれ、回して回して回しまくれ。アニメーション？涙。ああ、消えた。機械化されたブランドが元に戻った。元に戻った。また無自覚に。あ！デレーたちも無事だったの？なんだよー。スージー。戦艦ハルバート、メタナイトもね、味方してくれたんだね、今回は。さらばだみたいな感じになってるけど。手振ってる。またねーって。あー、終わった。スタッフロールかな、多分。あれ、あ、動けないのか。いやー、楽しかったいやー、アクションゲーム久しぶりやったよね。ガチガチのアクションゲームだったから、星のカンビーブローブラネットって。でも、ずいぶん前から気になってはいたんですよ、どんな感じのゲームなんだろうって。で、今回はこのカービィの実況をやるっていうのは実はほとんどなかったんですよね。
かなり昔にカービィのことをやったことありますけど、3DS とか Wii とかでもこういう作品をやったことないんですよ。なんで、実況としてはかなりね、新鮮なアクションゲームになったんじゃないかなと思ってます。まあ、個人的にはカービィでね、やって、僕カービィは好きなんですよ。ぬいぐるみとか、フィギュアとかは持ってるんですけど、本家をカービィやったことがあんまなくって、気にはなってたんですよね。で、その中で今回ロボボプラネットというね、ものをチョイスしてやらせていただきました。はい。普通にね、楽しかったね。新鮮だった。ただ実況になって、最後のあたりは実況になってないところまであるから、ちょっとね、単純にもうね、一人のね、ゲームやってる、ゲーマーとしてやり込んでたみたいなとこありますね。はい。一人のゲーム好きとして単純にもう無言でやってたもんね。ただ、シューティングの方が得意なのはマジで事実です、僕。アクションよりシューティングの方が割と得意だったりします。もうそこそこできますよ。ただ、まさか最終面が、シューティング3連チャンとはちょっと思わなかったけどね。いやー、これでストーリーモードは無事クリアってことになりますかね。ただね、スージーたちもいいキャラしてたね、みんな。正直言うと、ハルトマンワークスのさ、最後の社長って何しに来たか分かんなかったけどね。いや、でも、スージーいいキャラしてるわ。もともとの話があったけど、もうカービィたちを認めたんだね。なんだかんだで。ハルトママは、もう野望に満ち溢れすぎてたんだよ。で、何したいか分かんなかったね。ハル！ハルだ！ハルビア見つけられなかったな。結局この敵ってどこから来たんだろうね。デデデとかメタナイトとか。改造したのかな。てか、このお札ばらまくのやめえや。本当にハルトマンのお札なんてばらまきやがって。いやー、星の夢を最後倒すことになるとは思わなかったけどね。いや、最後にまさかあいつが敵になるとは思わなかったね。うん。いや、でも、普通に楽しめた。たださ、俺思うんだけどさ、このゲームさ、子供に難易度高ない？カービィって子供でもできるさ、ね、なんか小学生向けのゲームだと思ってたんですけど、最後、難易度、高ない？いやー、楽しかったー。なんか終わっちゃいそう。スコア。スコア0。ベスト0。なんだこれ？あのモードが帰ってきた！メタナイトゴールリターンズが遊べるようになりました！なんだそれ。あはははは勝ち抜きボスバトルだ。あはは格闘への道に解禁されてしまった。あはじゃあまだ、この二つ、ちょっとやってみたいんで、まだもうちょっとね、カービィのね、ロープラネット、楽しみたいと思います。じゃあお疲れ様です。